続いてご登場いただきましたのはクラシックギター演奏グループそよ風の皆さんです。簡単にプロフィールご紹介させていただきます。私たちはクラシックギターを愛好する熟年グループそよ風です。ジャンルにこだわらず、クラシックから童謡、民謡、演歌、ポピュラーと日本をはじめ世界の名曲にも挑戦しています。元気で好きなギターを弾ける喜び、幸せを感じながら日々練習に励んでいます。主な内容は稲川祭り、公民館フェスタでの演奏のほか、友愛センター、やわらぎ、清風さんなど老人施設のボランティア活動にも積極的に参加し、互いに楽しませていただいています。今回は昨年に引き続き屏風岩をバックに演奏させていただけるということで張り切っていらっしゃるとのことです。メンバーは左から順番に増谷さん、南田さん、津川さん、上田さん、福原さん、梶尾さん、そして伊藤さんです。本日はセセラセラ、ハマチドリ、夜霧の忍び合い、少年時代、ビアダルポルカの5曲を披露してくださるとのことです。それではクラシックギター演奏グループそよ風の皆さん、よろしくお願いいたします。Yeah.
にしっとりとこういったあの動揺消化というんですか、こういうのはねいつもあの喜んで聴いていただいて、そして皆さんご一緒に歌っていただくんですよ。そういうボランティア活動の一環を聴いていただきました。次は私たちね、もっと夜の去年はここのライトアップで11月に早くなった時に聴かせていただいたんですが、今日はその明るさの中なんですけれどもね、去年もイメージしてたもんですから4日と3回に思ってたんです。ならこれだって言って選んだのが夜霧に忍び屋、ちょっとね、あの映画音楽なんですが、どうぞちょっと明るいんですが、夜霧のようなにお聴きください。
用水はいいと小学生の孫も言っておりますので、もう長年こうやってね、あの歌い続けられているんだと思います。では私たちはもうこのグループは最後の曲になりました、ビアダルポルカ、これを賑やかに演奏したいと思います。皆様あの焼き鳥たちが来て、鮎ですね、鮎とビールでお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。息の合った演奏素晴らしかったですよね。クラシックギターの音色ってあの繊細で本当に美しいですよね。そうですね、あの繊細なんですが、こういう野外で向いてるかどうかわからないですが、皆さんのお耳に音は届きましたでしょうか。とってもね、優しい音なんですよ。ですからね、優しい音を皆さんにお届けしたいと思って、優しい風、そっかけっていう私たちグループにしております。今回に引き続きまして2回目の出演ということですが、また季節も変わりまして、こちらの会場の雰囲気はいかがでしょうか。そうです、去年はですね、とっても寒くって風が吹いて楽譜が飛んでしまう、ハプニングもいっぱいあったんです。今日はその教訓をあのいたしまして、ちゃんとあの みんなでピンで止めましてね、楽譜を押してやってました。本当に去年の秋に比べるとやっぱりあったかいせいでしょうか、お客様が多くってたくさんの方に聞いていただけたので、私たちとても嬉しく思います。ありがとうございます。